こんにちは。今日は午前中少し買い物に行ってきたので、また買ってきたものをお見せしようと思います。今日はちょっと目的があって行ってきたんですけど、何かというと、誕生日プレゼントと、あとは贈り物を買う、あとね、最近すごい寒いじゃないですか。それで洋服も少し買いたくて行ってきました。で、まずは誕生日プレゼント。これね、妹の誕生日だったんですよ、先日。なんでこれ誕生日プレゼント、もうラッピングしてしまったので開けられないんですけど、まあ、あとね、妹もね見てるかもしれないのでこれ一応妹の誕生日プレゼントです。あとは贈り物、兄の、奥さん、お姉さんのお姉さんに誕生日プレゼントをもらったんですよ、先日。で、まあ、もらったからとかそういうわけじゃないんだけど、一緒にこの間ね帰った時に靴下を編んだんですよね。で、すごいね楽しんでもらえて、もっとね靴下作り楽しいものにしてもらいたいななんて思って、で、このオパールの毛糸を買ってきました。段染めの毛糸で編んだことがないらしくて、これってこうやって模様になるんだってすごいね感動してたんですよ。そう、だからこれ1個買ってきました。すごいね可愛いの、これ。ここに書いてあるこんな感じの靴下になるみたいです。そう、これをねお姉さんに買ったんですけど、これはちょっとねラッピングというか、100均でこんなラッピングの袋があるので、これに入れてあげようと思います。あとはね、自分のなんですけど、1号の棒針、これ1組持ってるんだけど、やっぱりね2組あった方がいいですよね。両方同時に、左右同時に編むっていう時に、なんか輪針で同時に編む人もいるんだけど、私それわかんないので、とりあえず2組目のこの1号の棒針を買ってきました。で、あとね、すごい可愛い毛糸が安くなって売ってたので、ついね、買っちゃったんだよね。これ見て。これもソックヤンなんだけど、すごい可愛い。で、ふわふわですごいいい感じの靴下の毛糸です。これを 25g だったので、4つ 100g 買ってきました。すごい可愛い。これで、まあ何編んでもいいよね。靴下編もうと思ったんだけど、レッグウォーマーとか、あとマフラーとかでも可愛いなと思ったんですよ、子供のね。そう、こんな毛糸買ってきました。まあ何を編むかは後で考えようと思います。こうやってどんどん毛糸が増えていくんだよね。で、あと今日の買い物は、無印良品に行ってきたんですよね。そうで、ちょっとね洋服を買いました。まずは、洋服じゃないんだけど、黒胡椒せんべい。これね、ずっとなかったの。これすごい美味しくて、大好きで、よく食べてたんだけど、以前。だけどね、ずっとなかったんですよ。売り切れなのか何なのか。そう。で、今日行ったら復活していて、いっぱいあったので、買ってきました。黒胡椒せんべいです。これね、すごい美味しいんで、ぜひ試してみてください。はい。で、もう一個食べ物。なんかね、不揃いのね、リンゴが売ってたからちょっと買ってみました。なんか形が悪いものとか、ちょっと傷がついてるものとかを、レジの横で売っていて、これ面白い形してるね、なんかこう、跳ねられたものだと思うんだけど、こんなリンゴも売ってたので、ちょうどね、うちリンゴが切れてたんで買ってきました。で、あとは洋服ね。部屋着が欲しかったんですよ。とにかく寒いから。そう、暖かい格好で過ごしたいなと思って、このワイドパンツ。これそんなにペラペラなんで、そんなにすごいね、裏肝とかじゃないんだけど、あんまりね、その洋服自体が分厚くても、やっぱりこう過ごしにくいと思うんだよね。こう逆に暑くなっちゃったりして、こうやっぱ暖房とのこの調整が難しかったりして、なんで少しね、まあ薄めなんだけど、このまあ楽そうなこのワイドパンツ、
ちょっと近所くらいだったらこれ履いて外出られそうな感じのワイドパンツ。ポケットはついてない。これ買いました。これはね、いくら ?1490 円。そうでね、あとはセーター、薄手のセーター、こんな、このね、首がいいなと思ったんですよ。ハイネックのセーターでこう普通こう首にべったりこうついちゃうじゃないですか。あれってなんかすごい寒い時はいいんだけど、すごい寒い時ばっかりじゃなくて、普段ね買い物に行ったりとか、なんだろうな、こう田舎に行った時はいいんだよね、比較的寒い場所が多いから。だけど自宅にいて買い物に行ったりとか電車に乗ったりとかするとすごい暑くて首にね汗かいちゃったりしてすごい気持ち悪いんですよ。だからこの首ちょっとねこうハイネックっぽくなっているんだけど、こう首にべったりしない、少し緩めになっていて、うん、なんかこういうの好きだなと思って買いました。結構ねこのセーターも薄手で着やすそう、なんか重ね着もできそうな感じのセーターです。これはね、L を買いました。モックネックセーター、モックネックセーターって言って、2990円にね下がってたんだよね。もうちょっと高かったんだと思うんだけど、で素材は何かというと、ウールが 70% 毛、かっこ約ってなんだっけ、約って何か、動物の名前が 30% なんで、まあまあね、質的にもいいものかなって思います。すごく柔らかくて 薄くてなおかつ暖かいっていう感じのセーターで、で首がね首にべったりこうつかないっていうところがすごい気に入ってこれを買いました。普段使いにね割と着やすそうな色だし形だし、薄手でいいと思います。で次はこれはワンピース、こんなワンピースです。これはね、まあ、出かける時でもいいんだけど、うん、自宅で過ごす時でもこういうのねあるとねすごい便利なんですよね。なんか下タイツかなんか履いてこれを着たら割と暖かいし、あとレッグウォーマーとかねしたら暖かいので、これってすごいね楽に着られるのでこんなの1個買いました。これちょっと他のに比べると高かった、4990円で、ワンサイズで、ウールが 90% キャメル、ラクダの毛が 10% 入ってます。え、キャメルってラクダ、なんかラクダの毛ってなんかゴワゴワしてそうだけど、ちょっとだけほんのちょっとだけこうゴワゴワ感が感じるのはそのせいかな。あんまりこう静電気が起きるような素材のものはもう本当に嫌で、私ね今年2つぐらい捨てました。なんかね着るたんびに体にべったりこうまとわりついてバチ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 って言うんですよ。ですごいねホコリもつくから手入れが大変で、そう、それはねもう捨てました。あまりその静電気が起きるような洋服はねもう買わないことにしてます。こういった天然のね素材のものがすごいねいいと思います。はい、それから最後これねネックウォーマーなんだけど、ちょっと思ったことがあって買ったんですよね。これはねなんかこれも安くなっていて790円、耐性の綿オーガニックコットン 100% です。でこれね何を思ってこのネックウォーマーを買ったかっていうと、こうやってもしかしたらできるかなと思って
こうやってまずネックウォーマーでつけるじゃないですか。そしたらこうやってこうやってかぶるおかしいかな。なんかさ、あの気仙沼のマルチナさん、マルティナさんってこのオパールの系統の、プロデュースしてる人、あの人がなんか腹巻き、ネックウォーマーだっけ、なんだっけ、腹巻き帽子じゃなくて、なんか腹巻きみたいなこういうのを作って、これはいろんなあの使い方ができますとか言って紹介していて、こうやってかぶっている写真があったんですよ。あ、かわいいと思ってで、しかもなんかあのマフラーと帽子、私帽子もかぶるから、マフラーと帽子ってなんかね、いつもね持って歩いたりかぶったりしているんだけど、それ2つ持たなくてもこれ1つでいいなって思ったんだよねそう、だからこうやって、どうかな、後ろから見ても、これはね暖かいかなって思いました。特に夜とか出かけるとき、まああんまり出かけないんだけど夜そう、これこうやってね使おうかなって思ってこれ買ってきました暖かいよ。ちょっとなんかもうちょっとこの辺がこう顔にぺったりじゃなくて、こんな感じで切れたらいいのかなでもね、あったかいよきっと。これだってさ、この首周りとかがすごい寒いじゃないですか。そうだから絶対ね、ここがつながってる方がいいと思うんだよねそう、こういう風に使えるかなって思って、思わずこれはまあまあ安くなってるのもあったんだけど、そう買ってしまいました。で、綿っていうのがいいよね。やっぱりね、あのウールなんかだと結構ね、逆に暑すぎちゃってね、つけていられなかったりするんだよね。特にその電車に乗ったりとか買い物に行ったりする時って。だけどこれ綿だから、ある程度こうそんなにあのウールほど暑くならなかったり、うん、あとはまあ気軽に洗えるっていうのもあるんで、これはちょっと優れものかなって思って買いました。こう腹巻きみたいですよね。腹巻きにも使えるいろいろ用途があるよね。そう、そんなんで今日はね、まあ多分今年最後のだと思うんだけど、買い物に行ってきました。妹の誕生日プレゼント、あとはお姉さんへの贈り物のオパールケイト、自分のケイト、それから無印良品の洋服を買ってきました。はい、明日からねまた実家に行くので、ちょっとね準備をしようと思います。その前にね、少しねやり残したお掃除があるのでやろうと思います。どこかというと、このベランダのに出るところのこのサッシの中とかをね、ちょっとねそこ汚いんでお掃除して、あとはね引き出しの中、いろいろ引き出しはあるんだけど、今日やりたいのは冷凍庫の中。そう、なんかさ、保冷剤がちょっと知らないうちに溜まっていて、ちょっとね半分ぐらい整理して半分ぐらい捨てようかなって思って、今日はちょっとこまごまとした引き出しの中を少し掃除しようと思います。はい、では今日はこれで終わりにします。さようなら。